はい、こんばんは、島津です。皆さん、ついにですね、ハローネイバーのスピンオフ作品、シークレットネイバーがね、製品版として発売されましたね。今までアルファテストからね、ベータテスト、オープンベータテストとかね、いろいろやらせていただいたんですけどね、約それから1年ちょいですかね、かけてようやく製品版までたどり着いたみたいですね。で、シークレットネイバーをね、初めて見た人のために説明させていただくと、この街ではね、何人もの子供が失踪していると。で、このね、子供たちがですね、自分の友達が行方不明になったっていうので、調査を始めたんですよ。で、それで調査を始めたらですね、まあ、このおっちゃんなんですけど、私はずっとおっちゃんって呼んでるんですけどね、このね、おっちゃん家がね、どうも怪しいよと。なんでかっていうと、地下室があるんですけど、その地下室をね、厳重に、鍵をかけてね、誰も入れないようにしてるんですよ。で、その施錠されたね、地下室を見て、子供たちはここに自分の友達が誘拐されて、監禁されてると、ね、思って、このおっちゃんの家に侵入するといったゲームになっております。で、このゲームの勝敗条件なんですけど、子供たちグループね、6人いるんですけど、子供たちは。この子供たち側がその地下室をね、施錠している鍵を全部解除して、その地下室に侵入できれば勝ち。で、おっちゃん側は、施錠されてる地下室を守り抜く。まあ、子供たちを捕まえてね、行方不明にする。それで全員行方不明になったら勝ちといった、勝敗の分け方になっております。それで、どこに人狼要素があるかっていうと、プレイヤーはですね、全員で6人になるんですけど、そのうちの1人がおっちゃんなんですね。で、そのおっちゃんはその子供に化けてるんですよ。で、子供たちは自分たちの中に紛れてるおっちゃんを見極めつつ動いていかないといけないんですね。それでね、おっちゃんはね、家にあるものをね、駆使して仕掛けとかをね、子供たちにどんどん疑心暗鬼を与えていって、で、子供たちに混乱を招いて、それで分断してる時にこう捕まえていって行方不明にしていくとか、そういった、人狼要素があるんですね。で、プレイヤー6人はですね、それぞれ固有のパーク、スキルを持っていて、まあ、例えばね、このブレイブって子は、野球、ね、背中にバット背負ってるんですけど、飛んでいる物体をかわせるって書いてあるんだけど、これおそらくね、飛んでいるものを打ち返すことができるっていう意味合いだと思うんですよ。なんかそういったね、バッティングスキルがあるみたいです。で、こっちがですね、カウンターストライクって言って、いずれかのアイテムで隣人に攻撃を3回当てると、まあ、物持ってね、物をね、おっちゃんに投げることができるんですよ。で、それを3回させ、当てると隣人に捕まった時に、カウンター攻撃をして脱出することができるみたいですね。前回のね、オープンベータの時はね、確かこれクールタイム制になってたんですよ。1分か2分経たないと最初できない感じだけど、今回は、まあ、3回当てれば何回でも使えるっていう感じになってるんで、調整が入ったみたいですね。こっちの方がね、まあ、しっくりくるかなって思いました。こっちは前なかったんだよね。飛んでいる物体をかわせる。で、こっちがね、おっちゃん側ですね。変装できるおっちゃん。狩猟用のトラップとかをね、設置して、ダメージを与えたりすることもできます。これね、ライフ制になってて、一定ライフね、攻撃を受けてゼロになっちゃうとダウン状態になるんですよ。そしたら復帰かな、友達っていうか子供たちからね、蘇生してもらわないとダウンが続いたらゲームオーバーになっちゃうんですよ。そう、ライフ制も導入されてます。ちなみにおっちゃんにもライフがあるんですけど、ライフがゼロになったらその場からね、いなくなって、どっか遠くにスポーンするようになってます。で、まあ、狩猟用トラップとか、あと変装とかできるんですよね。これは一番近くにいる子供に変装することができて、その子のね、ID、名前もね、しっかりと、偽装することが可能になってます。ただね、喋るとバレちゃうから、もうだんまりで、やり過ごさないといけなくなってくるんですけど、あと激怒っていうのがあるんだけど、ブロック中に5回攻撃を当てると隣人が無敵になる、といった、まあ、救済措置ですかね。フルボッコにならないように。ただ、ブロック中のね、意味がよくわかんないんだよね。おっちゃんってガードできたっけって思って。まあ、それはね、プレイしてみないとわかんないんで、実際に
ね、ゲーム中で確認してみましょうか。まあ、お茶になれたらの話ですけどね。それで、前回のオープンベータになかった要素なんですけど、ショップがあります。そうなんです。スキンがね、販売される仕組みになったみたいですね。こんな感じで、デイリーとか。うん。これ全部買い切りなはず。もしかしたらプレイしてるとね、このリンゴコインは増えていって、で、一定数貯まればこういったのが買えるのかもしれないね。で、こっちが現金で買うタイプかな。うん。なんかさ、パッと見さ、フォートナイトの販売方式をイメージして作られてる感じがするよね。まあ、正直ね、こっちの方が絶対売れると思いますよ。で、価格も安いからね。2ドル、3ドルだから。全然買いますよ、自分。それではやっていきましょう。今回自分は、ブレイブを使っていきたいと思います。で、おっちゃんの方はノーマルのおっちゃん使います。よろしく。はい、ということで、やっていきましょう。探偵が3人いますね。探偵のスキルはね、まあ、今後は自分がゲームで紹介していくんで、よろしくお願いします。Hello, nice to meet you. よろしく。とりあえず武器持っていこう。うん。見てください。ハロウィン仕様になってますね。あ、パンプキンおっちゃんがいる。見て。ああ、なるほど、なるほど。バランス調整されてるわ、マップが。見てください。鍵がないとね、上に行けないんだ。だから鍵を探さないといけないんだ。下で。あ、これはすごいありがたいな。Hey, hey, stop, stop.あ、で、これがブレイブの能力だね。うん。これで、打ち返すことができるんだ。なるほど。おっちゃん来ないか?おっちゃんが怖い。でも、あれだね。うまい具合にバランス調整されてるよ。うん。あれ、カードキーがないと、ね、開けられない扉があるってことは、それだけね、子供たちが逃げる通路が制限されてるってことだからね。うん。だから、そうだよ。ずっとぐるぐる回れないってことだよね。うん。カードキーがないと。カードキーがないとぐるぐる回ることができないから、うん、最終的にはね、捕まる可能性がぐんと上がるってこと。あ、人形だ。妹は人形ですね。いや、マジ怖いな。ガチャゴチョガチャゴチョ言ってるから怖いかよ。あ、捕まった?今、悲鳴聞こえたぞ。どこいる?ちょっと待って。怖いなぁ。今なんか捕まった音聞こえたけど。ない。肥料しかないね。これバッカーだね。うん。あ、これ若干光ってますね。このパンプキンくん。後ろ来ない?ちょ、これ外行こう。外探ろう。と、手が全然開いてないんだけど。まだ鍵。ガチャリコって音が聞こえるはずなんですよ。開いてれば。開いてればつうか、開けば。だから、ちょっと、逃走経路作っとこうか。まあ、何人捕まったかな?あ、そうか。これ分かんないんだ。ない。あれ、これ、おっちゃんがさ、鍵持って逃げてない?なんかその可能性あるね。ちょっと怖いな。こんだけもう探しててね、ガチャって音もなんないっていうのがね、ちょっと怖いとこ。てか喋ってくれればいいんだけどね、もういい。ハロー、ナイストゥーとかもう何でもいいから。いや、一個も空いてないよ、マジで。ちょっとこれまずいな。このギーギー言う音が怖い。あれ?誰もいなくなってない?え?捕まってないこれ。おっちゃんに。Hey, neighbor! Neighbor! いない。あ、これね、なんかおっちゃんをパワーアップさせる装置みたいなんですよ。ちょっと使い方がね、まだ今のところよくわかってないんだけど、そんなパワーアップ装置がね、存在するみたいです。え、待って、今おっちゃんの声聞こえんかった?あ、いた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 。あ、嘘!ちょっと待って、お前、あまりにも長すぎ、え、ちょっと待って、こいつ、射程距離長くない?バグじゃねえか?ね、掴む射程距離が長い気がする。危ない危ない。おっちゃんと手たみたいだね。どこ行った?あ、メガネか?誰か、開けたみたいだね。はい、マックス!マックスネイバー?マックスネイバー?おうおう。
マックスネイバー。あ、ごめん、間違えた。ソーリーマックス、ソーリーマックス、ソーリーマックス。マックスは、一般人でしたわ。あ、パワーアップしようとしてる、こいつ。ダメダメダメ、危ない危ない。いていていて、2発食らっちゃった。待って、早くスキル変え、使えるようにしないと。3回当てればいいんだよ、3回当てれば。3回当てれば、カウンターストライク使えるから。こいつだ、こいつだ。やめろ。OK。逃げて、逃げて、逃げて。誰だ？これ、おっちゃん誰なんだろう？わかんないね。あ、カウンターストライク使えるようになったわ。やばい。OK。ちょっと、うまく当てられた。あ、バーニングモードになった。無敵モードです。無敵モード、危ね。5回、おらよ。早く、こいつの、こいつを消したいね。もうそろそろライフゼロなはず。あ、こいつだ、こいつが犯人、こいつが犯人。おら、やれやれやれ。やりたいんだけど、あれだな。HP が、HP じゃない、鍵もね。よし。ナイスナイスナイス。痛い、痛い、痛いよ。あ、レベル2も空いてる。ナイス。やばい、おっちゃんが扉を操作してますね。ないか。ないな。まあ、自分一回捕まってもうカウンターストライク使えるんで、うん、ちょっと冒険してもいいかもね。あったあった、鍵。違う。あった。よしよし。急げ。あ、またバトってんな。バトってるよ。ん？いるか？あ、開く開く開く。開いた。あと一個、あと一個、あと一個。あと一個。いやー、怖い怖い怖い。OK。あれだね、おっちゃんは誰がおっちゃんかっていうのはね、もう分かってるから襲ってこないですね。うん、こういう風に一回バレたらもうね、そこまで味方をね、警戒しなくていいんですよね。うん、だから、おっちゃんはこっからどういう感じでね、こう、神風アタック、神風じゃないわ。うん、どんな感じでね、襲っていくかがね、ポイントになってくる感じ。あれもこれ、悪、悪かな？痛い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 。ん？あ？今いなかった、おっちゃん。気のせい？は？大丈夫かな？でもなんか、おっちゃんが一瞬見えた気がするけど。あと一個だな、あと一個。こっちから降りましょうか。あ、やばい。え？大丈夫？あ、よかった。ギリギリ、ギリギリ。で、これ自然回復する仕組みですね。カードキー欲しいな、カードキー。カードキーって何個あるんですかね？そんなないのかも。全部はないのかもしれないね、カードキー。全部の扉分は。だからそこら辺は考えて、開けていかないと、こう、通路がね、うまく形成できなくて、逃げ道を失ったりするパターンが出てきそうですよね。やばい、残り1個が見つからん、マジで。ここは？どう？なし。もしね、鍵があったらね、キラリンって音がするんで、わかるんですけど、ちなみにね、こっちがね、不利な状況になったらね、一定時間経つとね、休館長のキュウちゃんがね、ここら辺に鍵あるよ、キュウキュウって言いながらね、あいつだよね。Hey neighbor! Hey neighbor! Neighbor!おら、あ、やべ、当てられなかった。ネイバー、お前ネイバーだったよな。あっち行け。怖っ。やばい、やばい、来た来た来た。Hey, help! Help me! ネイバー、ネイバー。ネイバーどっか行った？ネイバーどっか行った？逃げたね、外に。あれ、これもしかしてネイバーがさ、持ち逃げしてるってパターンじゃないよね。それだと、バランス悪くなるから、やめてほしいんだけど。やばいやばい、ラストの鍵がマジでどこにもない。え？しかもあれでしょ？二人ぐらい消されてるでしょ、もう。さっきからはないから。あ、やべえな、やべえな、これ。Hey neighbor! Hey neighbor! Neighbor! あいつが撃ってんじゃねえか、もうガチで。あ、やべ。はいはい、R。OK、カウンター成功。
おお待って、こいつ無敵モードになってるし、無敵モードになってるし、クソ最悪だ。あ、ごめんなさい、死んだ。無敵モードになってた。あ、やっぱだよね、ほら自分合わせて3人捕まってたみたい。あ、やばい、パワーアップしてる、パワーアップしてる、パワーアップしてる。あ、やばい、これあれかな、パワーアップすると新しい能力が使えるとか、そういった感じかね。あ、見て、キューちゃんが今吠えてる。吠えてるっていうか、キューちゃんが次どこにあるよっていうのを大体表してくれてる。え、なにこれ。マックスさんは、マックスさんバグってないこれ。ナイス、開けた。オッケー。あ、これ下まで行かないといけないんだ。ん？クリア？え？何起きたこれ？はい。ん？クリアじゃないの？入ってるよね。あ、これネイバーが入ってんだ。ネイバーだったか。バガーの名前を語ってたね。で、このマックスさんはバグってどっか、あの、異次元にいるから、多分終わらないんだろうね。クリア条件だけど、おそらくね、この中に入ればクリアになるんだと思う。全員がね、生き残ってる。あー、変わったね。オープンベータだと、誰か一人入ればクリアだったんだよね。子供が勝利しました。まあそうだよね。地下室の入り口が破られた。Good game. Oh, Max, bug? Yes, yes. Oh, oh, oh. バグだったみたいですね、Max は。うん。Nice. はい。GG, good game. Bye. あ、ちなみにお値段の方なんですけど、2000円ぐらいです。で、自分ね、なんかクーポンが適用されてね、700円割引されて1200円で買いました。割引された詳細はちょっとわからないんですけど、おそらくね、前作のハローネイバーを持ってる人は割引されるんじゃないかなって思ってます。はい、なのでハローネイバー持ってる人をね、ちょっとカートに入れてみてください。それで割引されるようだったら、多分それがクーポンの対象なんでしょうね。はい、それでは本日のシークレットネイバー製品版第1話ここまでとさせていただきます。しっかりとね、バランスが以前より取られてて、まあ、より連携がね、大事になってる印象がありますね。それでは、島津でした。失礼します。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。